惑星リオグランデ。大気に厚いプラズマ層を持つこの地は、鉱物資源の豊富な場所としても有名である。今日もまたプラズマホールを抜けて銀河鉄道の無人貨物が旅立っている。惑星リオグランデにて大気圏内上昇軌道の爆発、損壊を感知。走行中の534号が軌道より惑星地表へ墜落しました。空間鉄道警備隊シリウス小隊出場。人の出会いもまた運命。ビッグワンの出力リレーに軽い異常が認められます。プラズマ層を突破した時にダメージを受けたんでしょう。修理にはさほどかかりませんよ。では我々は先行して534号の牽引回収任務に当たる。ビッグワンは修理が済み次第先行部隊と合流。了解。お前も先に現場行きたかったか。そりゃ車両の牽引回収なんて訓練学校でちょっと習っただけだし。じゃあ残されて当然だ。新入り浮かれて仕事してんじゃねえ。お前ポーカーだけはやめとけよ。あ、さあとっとと終わらせて俺たちも早いとこ合流しようぜ。はい。よし、それ繋いでくれ。はい。ブルースってずっとアーなんですか。SDF は死ぬための隊じゃない。自殺志願なら他へ行け。まあ確かに人付き合いはうまい方じゃないな。 B パネルチェック。あ、はい。とっつきにくいだろうとは俺も思うよ。昔はあいつもあんなんじゃ。よし、これで治った。何です。作戦車両下のシグナルリレーに異常だ。おいおい、こんなとこまでやられてんのか。ユキ、外周部の確認頼む。はい。車両シグナル消失しました。何、呼びかけにも応答ありません。異常事態宣言、月下小隊に緊急出動命令。ビッグワン捜索に当たらせろ。月下小隊緊急出動要請。ビッグワンのシグナルデータトレースモードに変換。034号に転送します。ユウキさん、ユウキさん。気がついたか。報告しろユウキ。報告って、ビッグワンは連絡がつかないのよ。え、心配になって戻ってきたら結城くんが倒れていて。結城、何があった。わかりません。車両下の点検をしてたらいきなり。何か見なかったのか。この惑星リオグランデは土壌成分および上空プラズマ層の影響により通常レーダーの使用が不可能です。車両認識シグナルがない現状ではビッグワンの捜索は目視に頼る以外方法はありません。早速捜索を開始したいと思います。了解した。ビッグワンを握られている以上迂闊な通信はできん。各員は通信レンジをスピカ小隊用に調整後作戦開始。了解。
ユキ、お前はダメだ。な、頭を殴られたんだ。少し休め。平気です。俺もデビットの捜索を。命令だ。スピカ小隊の医療車両を借りろ。ユキ、頼むぞ。はい。さあ、ユキさん。仲間が行方不明なのに。そのまま飛んでくれ。まったくむちゃくちゃだね、あんた。デビット、無事でいてくれ。雪、ビッグワンを発見しました。セクター32、14号線を北東方向に走行中。てめえ！14号線はこの先で行き止まりだけれど。あ、見て、プラズマホールよ。あそこから空に上がる気なんだわ。バカなことを言うな。上昇軌道がなければいくらビッグワンだって。案外スムーズだったな。これで礼金倍増だぜ。デスクロイツもうまいこと考えたもんだ。 SDF のコスモジェネレーターさえ手に入れや、いくらでも新しい武器が作れるし、我々宇宙海賊も暴れ放題というわけだ。デスクロイツ。記号交換データ照合完了。登録ナンバー0282。死の商人デスクロイツの大型輸送艦と一致しました。奴らの目的はビッグバンそのもの。全て仕組まれていたということか。おめえら。あ、頭、後ろの車両を見てこい。何もデスクロイツの奴らにそっくり渡すことはない。使えそうなもんがあったら俺たちでいただく。えい、正体の暗号回線。デビット、デビット、大丈夫か。状況は説明できるか。SDF シグナル、どうやら声の出せない状況らしいわね。銀河鉄道管理局より緊急通信。銀河鉄道管理局SDF 規約第387に基づき決定した。ビッグワンを破壊する。ビッグワンを破壊？待ってください、局長。総司令はご存知なのですか？SDF 規約に基づく決定だ。ご裁断を仰ぐまでもない。私の部下が乗っているんです。君はビッグワンを悪用させたいのかね。この手で自爆させるということですか？それができれば管理局がとっくにやっている。今のビッグワンは車両認識シグナルが消されているのだよ。自爆コードは車両認識シグナルと連動します。方法は任せる。シリウススピカ領隊は速やかに任務を遂行せよ。スキャニング終了。生体反応は5人。2人は後部車両、2人は作戦室、1人が機関室。この反応から見るとデビットは作戦室ね。隊長、俺が飛び移って中から止めます。許可を。ダメだ、
隊長。ビッグワンは脱線転落させる。転落？どういうことです隊長。管理局の決定だ。ビッグワンが輸送艦に着く前に破壊せねばならん。そのために今取れる手段はこれしかない。そんなのひどすぎます。管理局の決定だからってなんでおとなしく従うんですか。デビッド、俺はお前を信じている。これより作戦を変更する。全員一時帰投せよ。ビッグワンを。はい。止まらない。シグナルリレーか。ユキ、手動ブレーキを使え。機関室だ。はい。もうすぐ終点だ。死にたくなければ突っ込んでな。ついてたか？ん？覚えてないのか？俺を。5年前、お前が殺した。お前が兄さんを殺したんだ。覚えてねえな。
限まであと2万。よくも兄さんを小僧よくも兄さんを間に合わん。お前だけでも飛び降りろ。嫌です。まだ終わりじゃない。時間の流れ、その流れの中に人はただ身を委ねてゆくだけ。結城学ぶ、命令違反による懲罰を言い渡す。今日だけは特別だ。リオグランデで汚れた分しっかり磨いておけよ。おい、整備士も大変だな。後で飲めよ。整備士。あんだよ、賭けだよ賭け。俺がビッグワンの掃除したらどれだけかかるか、整備の連中と賭けたんだよ。デビッド、俺に手なんかいる暇があったら手動くぜ。5000エーブルかかってんだからな。はい、1時間で終わらせるぞ。いくら何でも。よし、かけるか。人は時に自らの命を自分の手で他人に委ねる。信頼という名の絆と共に。I'm not afraid to die.
そうになるたび思い浮かべ、また明日へと旅立つ。さんざめく銀河の光はいざなうこの胸にある愛しき人へ。連続列車爆破事件が発生。 SDF 全小隊が現場へ急行する。だがあまりの惨状に俺は、次回銀河鉄道物語第6話、闇の洞窟、俺たちは次の駅で何かに出会う。